ケビン・シー・アッシュ,ューマンはイギリスのクイズプレイヤー。しばしば世界で最も偉大なクイズプレイヤーの一人と考えられており、2002年よりプロのプレイヤーとなり、2003年よりエグヘッドに出演している。参加したトップレベルのクイズトーナメントの大半で優勝しており、その中には世界選手権や欧州選手権も含まれる。ハンプシャーのウィンチェスター出身。 ストリートウェデの小学校とピーター・シモンズ・グラマー、スクール、カレッジに通っていた。その後サウサンプトン大学で近代史の学士を取得し卒業した。文化、メディアスポーツ賞で公務員として働いていた20代半ばに科学の知識を向上させることを決心し、クイズに興味を持った。テレビクイズでの最初の大きな成功は1989年のシリーズ3で優勝した。 15-2-1であり、1999年に過去の優勝者の間で行われたミレニアムエディションでも優勝している。1995年にはマスターマインドで優勝した。この時予選でパスなしで獲得した41点は、現在までレコード記録となっている。彼のその時の専門主題は、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの生涯と業績であった。主題が、 ズールー戦争の決勝で勝った後、チャンピオンとなり、2006年に若手選手を奨励するジュニアバージョンのファイナルに出場し、そこでもファイナルの主題として、ズールー戦争を選択した。翌年、ブレーン・オブ・ブリテンで優勝した。この時、準決勝で獲得した38点は、歴代最高の個人スコアである。その後ブレーン・オブ・ブレインズとトップブレインでも優勝した。 マスターマインドとブレーン・オブ・ブリテンの優勝者と、準優勝者が出場できるラジオのクイズ番組マスター、ブレーンでも2度優勝している。セール・オブ・ザ・センチュリー、スクリーン・テスト、クイズ・ナイト、トリビアル・パースーと、ザ・グレート・ブリティッシュ・クイズでも優勝している。2002年から2006年の間に、BBC のラジオ4の、クイズ番組ブレーン・オブ・ブリテンにおいて、ジョーキンズというペンネームで、 問題セッターと決定者を務めた。マイクロフトのペンネームで務めたイアン・ギリーズの死後にその役に指名されたものである。マンチェスターへ移る際にその役を退いた。2003年よりイギリスのクイズ番組エグヘッツに他のクイズのチャンピオンたちとチームを組み参加している。そこでは一般人が彼らと賞金をかけて競っている。エグヘッドのチームメイトと共にエグヘッドチームの さらなるメンバーを見つけ出すための競技会、あ u a うアニエグヘッドにも参加し、そこでは2008年にバリー・シモンズが2009年のセカンドシリーズではパッド・ギブソンが追加メンバーとなっている。10年間にわたり歴史カテゴリーの問題は間違えたことがなかったが、2014年1月6日に初めて間違えるということが起きた。現在世界ランキング1位である。イギリス、ヨーロッパ、 世界の選手権で1位を17回、2位を13回、3位を3回獲得しており、柔道イングランドチームの選手となり7勝3敗の成績を残した。他の多くのトーナメントにも出場し、英国クイズチャンピオンシップでも7度優勝経験がある。2004年には新たに作られた国際クイズ協会が主催するワールドキジングチャンピオンシップスの個人部門で優勝し、 ベルギーのヘントで同団体により開催されたヨーロピアンキュジングチャンピオンシップスの個人、団体の両方で優勝した。2005年7月には再びワールドキュジングチャンピオンで優勝した。このタイトルを2年連続で保持した最初の人物であり、2位はアイルランドのパット・ギブソン、3位はベルギーのニコ・パチンであった。2005年11月、 エストニアのタリンで開催されたヨーロピアンキジングチャンピオンシップスで個人タイトルを防衛した。この大会でイングランドのチームのキャプテンを務めたが決勝でベルギーに負けた。2006年7月にワールドキジングチャンピオンシップスの3連覇を達成し、12月にはパリ近郊で開催されたヨーロピアンキジングチャンピオンシップスでも優勝した。 ミルハウス・ボリアーズというチームで出場し、タイトルを得たが、イギリスのクイズチームは再び、ベルギーに敗れた。2007年に、パッド・ギブソンに、僅差で敗れ世界タイトルを失った。ヨーロッパでのタイトルも、ベルギーのニコ・パティンに敗れ失ったが、ブラックプールで行われた、団体決勝で、イギリス代表チームとして、ベルギーにリベンジを果たした。2008年オスロで行われた大会では、 団体では2位となったが、個人タイトルは取り戻すことに成功した。2009年には世界タイトルを再び獲得し、初の4度の優勝者となった。2009年の英国チャンピオンシップでは、タイブレークでのポイントで2008年の世界チャンピオンマークバイズウェイに僅差で敗れた。3つのメインチームを持っている。 QLL ではオールソーツで、元マスターマインド優勝者のギャビン・フラーと組んでおり、多くの場面でリーグを優勝している。ピーター・バイ・ホードの主催する、ウィンチェスター・クイズ・リーグでは、キング・アルフレッドで競い、国際大会では、ミルハウス・ボリアーズで出場している。メンバーのほとんどが、イングランドのスー・インドンに拠点を置く QUIZZING.CO.UK が開催する大会の団体部門で、 しばしば勝利を収め、2004年にオールドトラッフォードフットボールスタジアムで、2005年にシルバーストーンで開催されたワールドキジングチャンピオンシップのイギリスでの各年の1大会で国内チャンピオンとなった。2006年パリで行われたヨーロピアンチームチャンピオンシップでイギリスのチームとして初優勝した。2008年にはクラブスインスティチューツの IDC フリークライムが 公演した国内選手権の決勝で優勝した。旅行を頻繁にしており、現在はハンプシャーのウィンチェスターに住んでいる。2009年10月5日のエグヘッツにおいて、トッテナムホットスパーのサポーターであることが明らかとなった。フォークミュージックにも関心があり、劇場にも足しげく通っている。2008年1月12日のフーウォンツツービー、エミリオネア で、ピーター・ケイト・パディ・マクギネスのテレフォンの相手となった。2016年10月に運転できないことを明かした。過去には2台の車を獲得したことがあるが、どちらも売却している。ありがとうございます。